ファイナルファンタジー13実況プレイ、実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。今回はパート50でいただいたコメント、公平06111996さんからのコメントです。ファングさんは E ガールズの藤井周華に似てる気がするというコメントいただきました。お、 LINE 来た、どうした、びっくりした。藤井周華の今、藤井周華さんの画像を見てるんですけど、なんていうのかな、この方は日本人だよね、日本人だよね。モデルの方なのか、いや、e-girls っていうユニットだよね、きっとね。どこが似てるんだ、なんか似てるんだよな、なんだ、何が似てるんだ。鼻か、鼻かな、鼻の高さかな。目はファングさんよりでかいのか、いやーどうなんだ。いや、目の形か、このなんていうのかな、でかすぎない目、バニラみたいにカーって開いてる感じの目じゃなくて、このなんていうのかな、鋭い眼差しっていうか、この敵を倒してやるよみたいな、なんていうのかな、ちょっと気概のある目っていうか、それが似てるのかな、そんな感じがしますね。藤井周華さん、周の字がね、おぎって字ですね。おぎののおぎですね。おぎのくんのおぎですね。おぎの。そう、あ、違うか。こっちはおぎじゃなくて、はぎか。はぎの方か。あ、そうですね。はぎの乱っていう、はぎの乱とかあっちのはぎですね。はい。おぎじゃなくてはぎの方で、で、花ですね。藤井周華で検索すると見れると思います。はい。コメントありがとうございました。よし。クリスタリウムですけど、ファングさんがアタックで、バニラに邪魔で、あとはブラスターで攻めておきました。でさあ、まあ、この辺まで行くとさ、まだここはまだマシか。いいんですけど、右下の CP コストって見てもらうとわかるんだけど、4000ぐらい使うんですよ。6000とか。これさ、さっきのレインズさん戦、レインズシド戦でもらったクリスタリウムが約6000だったから、6000くらいだったはずだから、そう考えると、多分雑魚戦ではそんなもらえないでしょ。きっともらえても1000ぐらいだよね。そう考えるとクリスタルポイント全然たまんなくない？やばいよね、たまらなさ。これはめんどくさいのかな？なんかあるのかな？はぐれメタルみたいなさ。ドラクエで言うとこの、経験値貯めれますよみたいな。クリスタルポイント貯めれますよみたいなポイントが見つからないと、これ結構めんどくさいですよね。ちょっと不安なんだが。どうなんだろう。怖え。うう、敵が降ってきた。あ、こいつ弱いんで全然 OK ですね。魔法に弱いんで。で、体力マックスになると爆発しますよってやつですね。ボムの一種なんでしょうか。はい、お疲れ様でした。クリスタルポイントどれくらいもらえる ?384。笑えねえ。結構降りてますよね、これ。下まで。お。ついた。ミドルクロッシング。フィフスアーク。ミドル、まだ中間層なの？これ。まだ下あるの？ううん。大丈夫？アイテム取り逃してないよね。大丈夫だよね。OK。プリンか。この前こっち行った時に何もなかったんだよね。どうなんでしょう？今回あんのかな？あってほしいな。
あのプリンも結構ね、えぐいからな。アイテムなかったらこっち来た意味ないんだけど。頼むよ。まあ、毎回言うようだけど、サッツさんの膝が心配なんだよね。こんな、段差、おじちゃんにはきついはずなんでね。おっとっとっと。おっと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 。こっちか。気づかれたか。こちらやばい？やばいのか？これ道どうなってるんだ？これが本、左に行くのが本筋ルートで、本筋ルートに行かない方にアイテムだと思ってるんですよ。だから、こっちに行くと上に戻れんのかな？サッツがいた。こうなって、これはアイテム取り逃しそうですね。これ降りていいのか。バツ。今戦ったとこか。じゃあ進むべきはこっちか。アイテム取り逃してそうだな。セーブポイントがある。なんかあるな、これは。バトルか？なるほど。なるほど。戦いだけがルシの定めか。戦わなくても良さそうだけど。やってらんねえな。ほら。全然スルーできちゃうけどね。スルーできちゃいますけどね。どうしよう。戦うべき？いいんじゃね？戦わなくていいんだったら戦わなくてもいいだろう。問題あれば裏で倒しときますけど。なんかさっきから同じやつばっかなんだもん。一緒。裏で倒しとくよ、戻って。お、ナイストレジャー。これはなんか、だね、エクイプメントだよね。これ？ピンチに四重守護。テトラ、クラウン、テトラ、テトラ。プロテス、シェル、プロテス、シェル、ヘイスト、あとなんだろう。多分そういうことだと思うんだけど、四重って。違うのかな？まあいいや。ピンチにならないように戦うからいい。これえぐいなぁ。そういうことか。乱入戦になるのか。そしたら BBA でいいか。いや、気づかれた。ひでえ。ひでえ。スコアゼロって。ここに行けばいいのか。これだな。こっちが本筋っていうか正解ルートっぽい。あ、いや、そんなことない。こいつか。あー、危ね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 ー。オッケー、間に合った。こっからスタートした方が早い。1、2、はい、オッケー。よし。こっちでいいのか？なんか戻ってきてない？これ大丈夫か？戻ってない。大丈夫。あー、大丈夫。う、めんどくさそうだな、これ。ちょ、待て。めんどくさそうだな、こいつら。こっからスタート。じゃあ、こいつら倒して終わるか。これ、まずいよねー。
大丈夫かな、ちょっと不安だな。浮上の舞が怖い。え、死んでるし。あ、これやばい、死ぬ、普通に死ぬ、やばい。ファングが早くディフェンダーとして復活してくんないと相当やばい。え、怖っ。オッケー、ライズガード入った。もうやめて。あのデプロテが、オッケー、戻りそう。エスナかける前に終わってくれたの助かる。ライズガード入れてもこれかよ。こっからステキニから、とりあえず倒せ。やばいか、やばいか、死ぬか。ライトさん耐えて耐えて、ライトさん危ねえ、あー危ねえ、死にかけた。つえーよこいつら、危ないね。普通にやばい、やばいやつらだったねこれ。 OK、 挑発入ってますんで多分大丈夫だと思う。あー危ねえ、耐えたー、死にかけた。リジェネガードか、耐えた、えらい。よし攻めるぞ。ステカネ倒せ、ステカネ。ステカネ倒せ、ステカネ、やばい。ファングさん生きて、とりあえず一体倒して、オッケー。自利品すぎる。よし、おー、これ中ボス並みだろう。これクリスタルポイントどれくらいもらえるか楽しみです。よし、行きます。ステカネ、あとちょっとだったのね。今だ、スローとバイをかけてもらおうか。カーズだっけ。かかったかな。あ、かかってない、かかってないけど倒せそうだから OK。 うわー強かったー、クリスタルポイント見損なった。はい、じゃあまあかなりカット入ってると思いますが、ここで終了しましょう。ではでは、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。